はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、何かがなくなると何かが入ってくるっていうお話をしたいと思います。まあ、なくなるっていうのはですね、まあ、簡単に言ってるんですけど、まあ、失うとかですね、まあ、何かに失敗するとか、何かをこう手放しちゃうとかですね、まあ、そういう自分のところから何かがなくなるっていうことですね。まあ、それはですね、何かがこうなくなるっていうと寂しかったりショックだったり悲しかったりしますよね。まあ、それがね、大切な人だったらもうそれこそ本当にもうショックというかね、もう絶望感もねありますよね。やっぱり今までね、そばにいた人がいなくなるとか、まあそうやってね、こうポツン感を感じる、孤独を感じる、まあそういうことがありますけども、でもですね、やっぱりそれも一つの縁の終わりっていうことなんですね。まあ誰か今まだ生きてらっしゃる人との別れは縁の終わりなんです。そしてその亡くなった人っていうのももちろん縁の終わりではあるけども、その方のですね、まあ寿命が来たっていうことでもあるっていうことなんですね。でその自分とのその縁、この世での縁がそこでひとまず終わったっていうね、まあ、それはこう肉体をね、こう借りてる私たちのこの世界だから、まあ、そういうふうになってるっていうだけでですね、まあ、魂は永遠なんですよ。だから一応この地球上では縁が終わったっていうだけっていうことなんですね。だからそういうふうに考えると、特にね、悲しむとか絶望することはないんですけど、まあ、そういう魂とかそういう宇宙のね、法則的なことをですね、まあ、仕組み的なことを、まあ、考えられてないというか、まあ、そういうとこまでまだね、全然考えてない方は、まあ、この地球上のこの肉体を借りてる私たちのこの存在だけしか見てないから、あ、もういなくなっちゃった、もう寂しい、悲しいっていうね、あ、命が終わったってね、大切な人のってね、まあ、そういうだけで見てるから悲しいってなっちゃうんですね。まあ、そういう命の終わりとかっていう動画はですね、他にもね、ありますので、再生リストを見てみてください。そしてそういう人間関係、いろんな人とね、今まではいたけど、まあそのね、スペースが空いてしまった、もういなくなっちゃったからっていうことで、そこをですね、ものすごくこう絶望的に捉えなくていいっていうことなんですよ。ここのね、画像にありますように、何かがなくなったらそこにスペースが空いて、空いたからまた何かを入れることができるんです。それは自分でも入れ込むことができるし、まあ、人生のこの流れで誰かが入ってくるっていうことなんですね。だから誰かとの縁の終わり、そして大切な人の寿命が来て命が終わったっていうことがあったら、そこにまた何か別のものが入ってくるっていうことなんです。それはですね、人っていう場合じゃないこともあるんですよ。例えば私がね、主人を早くに亡くしましたけど、まあ、その時はね、ものすごくやっぱりこういう今みたいな考え方ができてなかったから、まあ、絶望でしかなかったんですけど、でもその後ですね、その主人が亡くなったことで、その後の人生がいろいろあったわけなんですよ。それがですね、今の私のこの肥やしになってるわけなんです。主人が亡くなったことを、まあね、皮切りにというか、まあ本当にいろんなことが起きました、私の人生に。そしてそこからいろいろ気づいたり学んだりできたから、今こうやって YouTube ができてて、私の話を聞いてくださる方がいらっしゃって、でその話を聞いてくださった方のね、中で、あ、なんかすごく楽になりましたって言っていただく方もいらっしゃる。それがですね、人生の流れなんです。だから主人を亡くしたこと、あれがですね、ものすごく絶望だったけど、でもそこにスペースが空いたわけなんですよね、私の人生に。もうずっとですね、一緒にいた主人がいなくなった、そこが空っぽになってスペースが空いた、そこに私のその後の人生でいろんなものが入ってきた、いろんな経験が入ってきた。まあ、それはですね、いろいろ人間関係もありますし、出来事もあります。いろんなことが入ってきて、そこで私がいろんな経験をしたっていうことなんです。させてもらったっていうことなんですよ。それがですね、今のこの私を作り上げてるんですよ。だから誰かが自分の元からいなくなった、生き別れ、死に別れ、どちらにしてもですね、自分がそのね、瞬間にもう人生が終わったわけじゃないっていうことなんですよ。いや、コメントもですね、ほんとたくさんいただいて、その中で少し前にもね、こういうコメントいただいてて、いや、私もなのかさんと同じように主人を亡くしましたってね。で、ものすごくこう、もうほんと絶望してて悲しかったんですけど、その後に結構早めにですね、なんかこう新しい方と出会われて、で、その方が本当になんか穏やかで優しくてって、まあそういうね、いい方っていうことで、
でもね、なんかこうまだ主人が亡くなったばっかりだからいいのかなって、こうちょっと罪悪感みたいなのがあって、いやでもなんか菜乃華さんの動画を見て、あ、それ罪悪感持たなくていいんだって分かったんで、まあその人のね、その行為を素直に受けようと思いました、ありがとうございますみたいなね、まあ幸せになりますみたいな。だからそうやってですね、あの最初はご主人を亡くしてものすごく絶望したけども、そこにスペースが空いたから新しい人との出会いがあったっていうわけなんですよ。でもですね、それがあの万人にそうなるわけじゃないですよ、もちろん。さっき言ったように、それが人間っていうこともあります、その方みたいに。そうじゃなくて、私みたいに誰ともね、人間はそのね、あの伴侶みたいな人は出会わないけども、経験っていうものでものすごくそこにいろんなものが入ってくるっていう人もいるわけなんですよ。だから経験をしたことでもっともっといろんなね、こう気づきとかがあって、自分自身がこう変われて、もう本当にですね、こう心とかね、あの生活が本当にこうね、あのいい方向に行けたっていうね、そういうふうになってるんです。だからそれが人間の人は、さっきの方みたいにね、誰かと出会って幸せになったりとか。だからですね、あのさっきのそのコメントの方も、もしですよ、もしものすごくそのご主人のことで絶望しまくって奈落の底に落ちて、もうほら、いわゆる私もう鬱なんですってね、よく言う方いらっしゃるんですけど、本当の鬱じゃない方でですよ、もう私はもうダメなんです、もう人生終わりましたなんて言って、ものすごくもう自分を貶めて、もう悲しい悲しいで、もう毎日毎日暮らしてて、もう起き上がれないぐらいにもなる方がいるんですね。まあ私もそうだったんですけど、だからそうやって起き上がれないぐらいになると、今度体がおかしくなるとか、もうとにかくですね、負のスパイラルになっちゃうんですよね。あまりにも悲しすぎたり、あまりにもこう物事を嘆きすぎたりするとですね。だからある程度までのこの悲しみぐらいでちょっと抑えといて、あ、私はここのね、スペースが空いたんだっていうふうにこうね、ちゃんとこう前向きに捉えて、あ、じゃあここに何か、まあこの先の人生でいろんなことがまた起きるのかもしれない。それが出来事だったり人間関係、まあ何が起きるか今のところ分かんないけど、まあいつまでも嘆かないで、いつまでも落ち込まないで、まあ今日からちょっと前を向いて歩いていこうかなって、こう顔を上げて生きていく、まあそういうふうにしとくとですね、やっぱりあのちゃんとまた出会いがあったり、何かにこうね、あの気づいたり、いろんな出来事を経験できたりするんですよ。それがものすごく負の方にしか行かない方もね、一部いらっしゃるんですよ。もうとにかく負に行ったら、もう負から絶対もう出ないわっていうね、もうしがみついてるぐらいの、負にしがみついてるぐらいの方がですね、いらっしゃるんで、まあそういう方はなかなかですね、こう自分で軌道修正ができないから、いつまでも辛い人生になっちゃうんですよね。だから、ぜひですね、この私のチャンネルの動画いろいろ見られて、あ、ここはね、こういうふうに考えればいいんだなって、ちょっとですね、方向転換をする癖をつけてください。方向転換、軌道修正をすれば、必ず人生っていい方向に変わっていくんです。だからそれをですね、自分ではちょっと気づかないんですよね。私もどん底の真っ只中って全くそれ気づいてなかったんで、もうただひたすら嘆いて、毎日泣いて布団の中にもうね、ずーっと横になってですね、もうあちこち痛いとか、もう体がおかしいってもう嘆いてね、泣いてました。だからその時って自分をちゃんとこう顧みることができなくて、客観視ができないんですよ。だからせっかくこのチャンネルに出会っていただいたから、まあいろいろ動画見られてですね、あ、そうなんだなってちょっと思っていただけたらなと思ってるわけなんです。あとですね、その誰かとの別れとかじゃなくてもですよ、こういうこともあるんですよ。例えば大学受験をもう一生懸命ね、こう頑張って憧れの大学に行きたいとかね、そういうことがあって、受験勉強してもうね、受けたけど落ちちゃった。それもですよ、自分はそこに、この段ボールがあったとしたら、そこにね、その大学っていうものを入れ込もうとしてたわけですよね。自分の人生に、この段ボールに憧れの大学を受けて受かって、ここに入れ込む。これが私のものだってなるって、そういうふうにね、想像してた。でもそこに結局入ってこなかった。その大学は手に入らなかった。段ボールに入れることができない。ああ、もう私はずっとこの段ボール空っぽなまんまだ、みたいなね。これはちょっとね、ほら、何かがなくなるとっていうんじゃないんですけど、でも、それにもちょっと関連があるんですよ。なんか自分の人生に手に入らなかった、そこにあるもの、っていうか自分はそこにあると思って想像してたものが手に入らないときに、そこを空っぽのままですよね。
だからそこにですね、空っぽのままの時にものすごく絶望する人がいるんです。挫折感を味わう方がいるんです。ああ、もう私はもうずっと高校からずっとね、受験ね、目指してね、勉強3年間頑張って、あるいはもう小中からも頑張ってる方もいらっしゃいますよね。なんとか大学に入るためにって言ってね、もうちっちゃい頃から勉強してる方もいらっしゃいますよ。でもですね、もう結局は受からなかった、ああ、まあ私の人生終わったみたいな方がね、いらっしゃるんですよね。そうじゃないんですよ。そこに受からなかったっていうことは、受からないっていうシナリオなんです。その方の。いや、その大学に行くね、シナリオじゃないですよ。あなたはこっちなんですよっていうことなんですよ。でも自分としてはずっとそこの大学を目指して、ずっとその大学のことしか考えてないから、それしかもうありえないと思っちゃってるわけなんですよ。自分はそこに行くんだ、みたいな。でもそれがなくなった。もうそのね、もう夢が叶わなかったから、もう手に入らないから自分の人生からなくなりますよね、その大学が。でもそれがシナリオなんです。いや、大学に行かないっていうシナリオなんですよ。だから別のまた人生がちゃんとあるんです。だから大学に行かなかったから、じゃあ専門学校にしようかなっていう方もいらっしゃるかもしれないし、いや、もう就職をしようっていうことで就職をされる方、ね、あるいは、あ、やっぱり実家をね、継ごうかなとか、いろいろね、その方ありますよね。そしたらそれがシナリオっていうことなんですよ。だから自分が思ってるのが全てがシナリオじゃないんです。自分が思ってることが、うまくいかないとか、その通りにならない。それが自分の本当のシナリオなんです。だから後々ですね、まあ数ヶ月後だったり、あるいは1年後、2年後、まあもっとね、10年後とかに、ああ、あの大学に受からなかったから今のこの自分がいるんだな、今こういうことやってるんだな、あの人と出会ったんだなってことなんですよ。だからですね、一つ一つの自分の中にこう手に入らなかったもの、あるいは何かなくしちゃって、もう失っちゃって空っぽになったものがあってもですね、それがシナリオなんです、自分の。だから私も主人を亡くすっていうのが私のシナリオなんですよ。だからそこが空っぽになっちゃったから、その後いろんな経験ができて、でいろんなことを気づけて学べたから今のこの私になれてるわけなんです。だからもしですね、主人がずっと生きてたら今の私ないと思いますよ。いや、本当にないんですよ。だって世界線が違いますから。だから皆さんにこうやってお話もできないし、で何もほら今ほどね経験してなかったと思うんで、いや、だからですね、本当に人の人生って何かがなくなったからといってそれで終わりじゃないし、絶望する必要がないんです。で、ショックを受ける必要もないんです。あ、これが私のシナリオなんだと思ってください。そして、じゃあこれから何かが起きるんだ。あ、楽しみだなと思ってください。すべて前向きでいいんです。何でもね、起きたらね、それ受け入れるっていう感じです。何が起きるんだろう、あ、なんか嫌なこと起きるのかな、じゃなくて、あ、何かいいことが起きるかも。そうやって全部いいことって思い込むっていうのも必要なんですよ。そしてですね、人間っていうのは本当に気づくまでは自分にとってはショックなことが結構起きるんですね。だから、いいことじゃないと思うんです、自分にとっては。でも、実際はいいことなんですよ。ショックなことも実際は自分にとっていいことなんです。だって気づかせてくれるために起きてるんで。だから出来事も人間関係もすべて起こるべくして起きてるんです。シナリオなんですよね。それを受け入れられなくて表面だけで見てる方たちが、あの人がこういうことを私に言ってきて傷ついたとか、あの人ってひどいとか、私こういう出来事があってめちゃくちゃショックとか、私は夢が叶えられなかった、もうダメだとか、表面だけで全部見てるんです。表面で見てて一喜一憂。まあ、一気ってこう、喜ぶことよりもね、もう本当に憂いてですね、悲しんで嘆いてる。まあ、本当はですね、自分にも足るものがある。ね、足るを知るっていう動画も出してますけど、本当は自分にもあるものがあるんですよ。でもですね、それを見ないですぐ負の方に行っちゃう癖、思考癖ですね。物事の捉え方の癖。全部をマイナス思考、ネガティブに捉えちゃう。でもこっち側にはすぐ横にはちゃんと足りてるものがあるんです。でもそこはもう足りてるから当たり前だと思って、もうスルーしてるんですよ。いや、自分にはもともとあるから別にありがたいとも思ってないし、いや、それは普通でしょと思ってるから、何か起きて悲しいことがあったら、もう私は悲しいとか、あ、辛いとか、あの人ってひどいとか、もうそうやって嘆くことばっかりをしちゃうっていうね、まあそういう生き方の癖っていうことなんです。そういう癖をつけてると、何もですね、気づくことができないんです。だって嘆いてばっかりだからなんです。文句ばっかり言ってるからなんです。周りが悪い、この人生が、ね、この運命が、あの人がってね、全部自分以外のものを責めて、
もう絶望して負の感情だらけになってるから、人生がいい方向に全くいかないっていうことなんです。だから、まあ、樽を知ってですね、自分にあるものもちゃんと見て感謝をしながら、そして何かが自分の中からこうなくなってスペースが空いたら、あ、それもねシナリオなんだっていうことで、縁の終わりなんだっていうことですね。そして夢が叶わなかった時もそれもシナリオ、それが本来の進むべき道だったんだ。そしたらこれから何か別のものに出会うんだろう。そしてこの段ボールの中にはいろんなものがまた入ってくるんだろう。そうやってですね、全てをですね客観視して、物事を表面で見ないで、大きな目線でですね、この宇宙の法則的な原理原則的なもので見てください。そしたらですね、何もですね悲しいとか辛いがなくなります。逆に人生が面白くなります。いや、なんかね、今ねこう自分の中にね、こうこれがねちょっとなくなっちゃったんだけど、じゃあこれから何がね入ってくるのかなってね、そうやって明るくですね、何でも受け入れるよっていうね、そういう生き方をしてるとですね、波動がね良くなるんですよね。波動が上がって高くなって、こう自分のこのオーラが良くなって、ネガティブでもマイナス思考でもないから明るくなりますよね、自分の心が。で、清々しくなるんですよ。そうするといいことが寄ってくるんです、入ってくるんです。もうそういう風になってるんです、この原理原則的に。だからですね、そういう風にちょっとね、ちょっと負のね癖がある方は、今回の動画をですね、本当にこうね心に入れていただいて、あ、そういう風にやってみようかなって、そういう風に生きてみようかな。で、何かがなくなった時はそういう風に考えてみよう。まあそういう風にね、ヒントにしていただけたらと思います。まあそういうことで、私もですね、本当にね、もう喪失感、絶望を味わった人間ですけど、まあその後いろんなことにこうやって気づいてですね、めちゃくちゃ楽になって人生が面白いって変われた。そういう体験談をですね、このチャンネルでお話してますので、まあたくさんですね、過去動画ありますんでね、もう根こそぎ見てみて、もう本当に楽になってください。まあそういうね、思いを込めてお話ししてます。では今回もありがとうございました。